若者でごった返す渋谷の週末、人気輸入雑貨店にやってきたのは、俳優、井上順、72、だった。連れ添うのは、檀れいにの美女。14年7月に、写真週刊誌、フライデーで交際を報じられた30歳年下という、女性、A子さんだった。A子さんが買い物を楽しむ姿を少し離れて、しばらく見守っていた井上だが、少し疲れてしまったようで、店内にあった小さな脚立に座って待つことに決めたようだった。年の差のある女性との交際も、それなりに大変なようだ。革コートを着た彼の姿は、店内ではかなり目立っていたが、サングラスをかけていたためか、井上に気づく者はいなかった。井上を知る、テレビ局関係者は言う。A子さんの方が結婚に対しては、前向きのようです。井上さんは十数年前から難聴になっていますから、入籍して、もっと堂々と彼を支えてあげたいと、言っています井上も自身は、17年に出演した徹子の部屋で次のように語っていた。結婚については僕の意見より彼女の意見を尊重しているので、彼女がそうしたいと言ったら、そちらに進んでいこうと思っています意見を尊重すると言っていた。A子さんは前向きだというのに、未だ入籍に至らない理由について事務所に聞いた。お相手の女性は井上の良き理解者と聞いています。ただその女性も働いていますし、井上も近々仕事が入っており多忙ですので、まだ入籍という話にはなっていないそうです。仕事ばかりではなく、年齢差もネックになっているようだ。井上は知人にぽつりとこう漏らしたことがあったという。耳が悪くなった。僕のことをいろいろ気遣ってくれて本当に助かっているんだけど、彼女は若いし、僕と結婚してもあと何年一緒にいられるかな、という気持ちもあるんだ。お互いを思いやる二人の長い春の行方は、